はい、今回の動画は今すぐ見直したい LINE の設定ということで、3回目の今回はパスコードロックをオンにして不正ログインを防止する設定方法をご紹介します。で、この設定はですね、オンにしてるって方がね、多いとは思うんですけども、このパスコードロックがオフの状態だと LINE を起動するときに何も求められないので、知らないところで自分の LINE に勝手にログインされてしまうっていう恐れがあるので、このパスコードロックに関しては必ずオンにするようにしましょう。それではね、早速その設定方法ですけども、まずは LINE を起動して、この設定の画面を開いてもらって、少し画面を下に下がると、この個人情報というところに、プライバシー管理という項目がありますんで、こちらをタップします。はい、そうするとこちらですね、このパスコードロックというところで、今ね、こちらオフになってますけども、これだと LINE を起動するときに何もね、求められない状態になりますんで、このパスコードロックのところをね、タップして、そうするとこの iPhone のね、パスコードの入力が求められますんで、ご自身のね、パスコードを入力をして、で、もう一度再入力ですね。もう一度再入力をすると、このパスコードロックをオンにすることができますんで、LINE を起動するたびに、確かに毎回ですね、パスコードを入力をしたりだとか、あと顔認証をしたりだとかっていうのがめんどくさく感じる方もいるとは思うんですけども、不正ログインをね、防止するためにもですね、このパスコードロックは必ずオンにするようにしましょう。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。